黒川峠は、福井県鶴ヶ市と滋賀県高島市を隔てる峠である。黒川峠の高島トレイル入り口標高567メートルの、福井県と滋賀県の県境にある峠である。中央分水嶺の一つであり、峠は、高島トレイルの重要な拠点である。峠にはトイレが設置してあり、駐車スペースも4、5台ではあるが確保されているので、 ここから登山に向かう登山客が多く利用している峠である。ちなみにトイレは鶴ヶ島のふもとにも簡易トイレが設置されている。黒川林道と牧野林道の双方の起点となっており、また三国山、赤坂山の登山口があるなど歴史ある交通の分岐点として機能している。かつてはサ街道と並行する街道筋としてそれなりの賑わいがあったが、 その役割は、現在国道161号や国道367号に、完全に譲っている。車両での通行が可能な峠である。しかし峠に至るまでの道路はダートであり、特に峠に差し掛かる区間では急勾配に、つづら折りの急カーブ、さらに車スや落石も目立ち、車高の低い車両だと車底をすることもある。北陸自動車道鶴がインターチェンジ国道8号。 国道27号福井県道225号、鶴ヶ三浜線福井県道211号山、串林線、黒川林道、黒川峠牧野林道国道161号、滋賀県道287号小原地北野沢線、滋賀県道533号白谷野口線、牧野林道、黒川峠、黒川林道。ありがとうございます。